久しぶりやん、今日来たら。親父と鬼塚は兄弟分だったんですよね。なんで絶縁にしたんですか。異能人組は清武三兄弟ってのを抱えてて、かなりやばい連中みたいだ。兄ちゃん殺された復讐か。分かっとるなら、さっさと銃下ろせや、ボギー。体の方は大丈夫なんですか。余計な心配で。あとはあんたが寝てても恥の利権は転がり込むさかい。身の字も厄介な道残しやって。繋がってる、まだ繋がってる、ずっとずっとみんな当たり一面輝くような。死に急ぐ子見捨てる親なんかいねえだろう。